中山香織です。この動画では名古屋競馬場で開催される梅水記杯の3連複フォーメーション走ということで、1列目に選んだのが当番のボヌール・バローズです。前走の兵庫ゴールドトロフィーでは7着に敗れましたが、かなり強いメンバーが揃ったレース内容だった点を考えると度外視できそうです。むしろ2走前のクスノキ賞ではスペシャル X やナイト・オブ・バウンドを任せて優勝しており、このメンバーが相手なら能力は確かな存在と判断して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが、金走は掲示板止まりの競馬が続くも軽視できない6番のサヤのグローリー、中央から移籍2戦目で強い競馬を見せた12番のベイビーボス、以上の人を選びました。最後3列目に選んだのが、3連勝の勢いに期待して1番のボランテ、岡部誠騎手とのコンビでは2勝している3番のゴールドレックス、昨年の梅水記杯7着から巻き返しに期待して7番のブンブン丸、秋のクラ賞を優勝した9番のナイトオブバンド、以上の4頭を追加した3連複フォーメーション9点で勝負したいと思います。